はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今日はね、皆さんにランの水やりの方法について少し簡単にご説明したいと思います。はい、まあ、ラン類というのはですね、すごく奥が深くて専門家の方がたくさんいらっしゃいます。もうね、すごい種類があるんですけど、まあ、それぞれの種類に対してそれぞれの専門家の方がいらっしゃって、まあ、そういう方たちのね、お話を聞いてると、もう水やり一つの方法にとってももう訳が分かんなくなってしまうんですね。なので僕が今日お教えするのは、一般家庭で皆さんがね、ランをいただいたり買ってきたりした時に、まあ、そのランをね、次ちゃんと咲かせるまでできるような水やりの方法っていうのをここでは教えたいと思います。まずね、ランの種類って大体どのぐらいあると思います、皆さん。ざっくり2万5000種類ぐらいあって、園芸品種っていうね、こうちょっとこう皆さん改良していくんですけど、改良種まで合わせると、まあ、10万種類以上あるんじゃないかと言われてますね。で、世界中にランっていうのは分布してるんですけど、大きく分けると世界三大ランの自生地域っていうのがあるんです。まずね、インドネシア、タイとかを主にするね、東南アジア地域に約7000種類のランがいます。あとブラジル、エクアドルを中心にした南米地域に約8000種類のランがいます。次に南アフリカ、マダガスカルなどを中心とした南アフリカ地域に3500種類のランがいます。そしてね、私たち日本にも約300種類の、ね、ランがいますと、まあ、こんな話をね、聞いてしまうと、じゃあもう水やりだけでもね、こんなにいっぱい覚えなきゃいけないのかと思うと思うんですけど、まあ確かにね、さっき一番最初に冒頭に言いましたけど、一つ一つ詳しく言った専門家の方たちに聞いてしまうと、もうそれぞれの水やりの方法とかね、そういうものがあるんですけれども、今回はね、このランをね、大きく2つに分けます。まあ、ランをね、大きく2つに分けると、自生ランっていうランと着生ランっていうね、ランのこの2種類に分かれるんですね。まず自生ランって言われてるランですけれども、簡単に言うと、この地面からね、土から生えてるランのことを自生ランと言います。自生ランの種類はですね、パフィオ、それからシンピジウム、エビネ、シラン、ディサなどがその自生ランになります。次に着生ランって言われてるランですね。これはざっくり言うと、木にぶら下がって生きてたりとか、まあ、岩に張り付いていたりとか、要するにこう地面に土に根がついてないランのことを着生ランと言います。着生ランの種類はコチョウラン、まあ、我のプシスと言われてるコチョウラン、バンダ、オンシジウム、カトレア、デンドロビウム、エビデンドランなどがあります。このね、2種類のランの種類によって、大きく水やりの方法が変わりますので、まあ、そのね、大きく分けた2つを覚えておけば、これが自生ランなのかな、着生ランなのかなっていうのを調べれば、もうそれで水やりの方法が分かりますので、ざっくりこの2つの、ね、水やりの方法を覚えておいていただければ、ほとんどのランがこれで元気に育ちますので、ぜひその2つを覚えておいてください。ではですね、まず自生ランの土から生えているランの方ですね、の方からお話しますと、まあ、自生ランっていうのは、まあ、普通にこう土から生えているんで、根っこがね、土から水分を補給してるんで、普通の植物とほぼ一緒ですよね。だから葉っぱとかもすごい薄くて、特にね、体の中に水を蓄える器官とかそういうものがないんですね。なのでもう本当にこう水がね、土に植わってるんで、土がこう乾いたら水をあげる、まあ普通の植物と同じような感覚であげてもらえば結構です。ただですね、
やっぱりこう毎日毎日常に水を、ね、やり続けて土が常にぐちょぐちょしていると根腐れを起こしてしまうので、まあ、この辺りも普通の観葉植物なんかと一緒なんですけれども、そんなに水やりを頻繁にやらなくてもいい、大丈夫です。だいたい1週間に1度か2度ぐらい、あげれば、大丈夫だと思います。はい、次に着生蘭の水やりの方法をお伝えします。着生蘭というのは冒頭にお話したように木にぶら下がっていたりですね、こう岩に張り付いていたりする蘭なんですね。なので、まあ、通常常にこうお水がね、土があるわけではないんでそこからもらえるわけではないところにいる蘭です。なのでもう形状がですね、もともと自分の中に、ね、水を蓄えられる形状になってるんですね。まあ、コチョウランとかね、バンダとかね、オンシジウムとか思い浮かべてもらえばわかると思うんですけど、みんなこう、葉っぱが肉厚だったり、茎が肉厚だったりして、中にこう、水をね、蓄えられるようになってます。なので、こう、常にね、お水っていうのは、こう、必要ではないんですね。逆にこう、常にぐちょぐちょとお水をあげてしまうと、こう、自生蘭なんかよりも、はるかに根腐れを起こして、すぐにこう、枯れてしまうんですよ。なので、基本的にはこう、うんと水をやったらもうカラカラになるまで水をあげないで、またうんと水をやってカラカラになるまで水をあげないでを繰り返しているのが、まあ、一番ね、ベストな方法です。なので基本的にはこの着生蘭というのは鉢仕立てにしてありますけれども、水苔とかこうウッドチップとかね、そういうもので植えてあるんですね。ほとんどが土では植えてないです。なのでこの着生蘭を植え替えるときにこう間違えてこう土で植えてしまう人がいるんですけれども、こう蘭用培養土とかで植えてしまう人がいるんですけど、あれはね、根腐れを起こしやすいんでやめた方がいいです。着生蘭の場合は水苔かウッドチップで植え替えてあげて、まあ、ただ水苔なんかの場合もね、常にこうぐじょぐじょさせてしまうとその中が腐りやすくなってしまうので、まあ、ウッドチップもそうなんですけれども、まあ、常にこう水をぐじょぐじょさせることだけはやめてください。今着生蘭の植え替えのことについて触れましたが、こう自生蘭の方の、ね、植え替えに関しては洋蘭培養土というのがありますので、まあ、その洋蘭培養土を使って植え替えをしてあげてください。なので着生蘭なのか自生蘭なのかっていうところを間違えてしまうと、もう本当こう水やりも、ね、植え替えも大きな間違いになってしまうので、そこだけは間違えないように気をつけてください。とかくオンシジウムとかデントロビウムとかエビデンドラムとか、あのあたりを自生蘭だと間違えてしまう方が多いんですね。なのでこの葉っぱの肉厚のやつは着生蘭というふうに覚えておいてください。まあ、そういうふうに覚えておけば、まあ、大体間違えることはないので、まあ、そこの間違いがあると本当にその蘭を枯らしてしまうことになるので気をつけてください。はい、今日はね、大きく、蘭の水やりの方法をこう自生蘭と着生蘭に分けて皆さんにお伝えしました。それぞれもっと細かく言うと、それぞれのね、水やりの方法とかもありますけど、まあ、今言った大きくざっくりの方法で基本的に枯れることはありませんので、それを実行してみてください。はい、はい、ではね、今日はこちらでこの動画を終了したいと思います。この動画良かったよという方はぜひグッドボタンよろしくお願いします。またチャンネル登録をしてくださる方が増えてとても励みになっております。またね、皆さんにこれだという情報はね、どんどんお知らせしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。あと N フラワーの公式 LINE が、この動画説明欄にありますので、そちらの方の登録をしておいていただけると、この、いろんなね、皆さんお得な情報をお知らせすることができますので、そちらの登録の方もぜひしておいてください。ではこちらで今日は終了したいと思います。また次回お会いしましょう。 See you next time。 ありがとうございました。